はい、石村さん、ありがとうございます。はい、シェアリングエコノミーのこれからの社会ということで、非常に、今後と、あとはグローバル的にいろいろお話をいただきました。でこれから質疑応答をいただきたいと思いますので、会場の皆さん、どうぞ質問のある方、どうぞ。はい、お願いします。やっぱりちょっと心理的な壁がすごくあって、ごめんなさい、あえてちょっとそういう立場から質問なんですけど、はいはい、例えば若い人たち、うん、デザイナーとかフリーランスの人とか、うん、シェアリングでハウスに住んで、一緒にコミュニティを作ってる。で、地方創生、高齢化、あるいはその子育てっていうことになると、なんかやっぱこう、知らない人に何か預けるとか、知らない人に何かこう、面倒を見てもらうとかっていう、心理的な壁がすごくあると思うんですけども、そういったものをどうやって取り払おうとされてるのか、お聞きしたいと思います。はい、まず真面目な話から言うと、もう一個は私の個人の話からしたいと思うんですけども、真面目な話から言うと、まさにおっしゃる通りですね、この心理的な壁というのが、日本は特に大きいというふうに思います。PWC の調査でも、海外はもう8割ぐらいがシェアリングエコノミー利用したいよというものに比べて、日本はまだ2割程度にとどまると。で、その確固たる、理由はですね、その他者に対して何かするというのが怖いっていう心理的なハードルというのが、非常に障壁になっているというところなんですが、一つはその取り組みとしてのシェアリングエコノミー認証マークの取り組みだったりしますし、またこのテクノロジーのプラットフォーマーがこのレビューシステムっていうものを使ってですね、その信頼を担保すると、消費者がこの人大丈夫かなっていうのをちゃんとこう判断できるようにですね、すごく綿密にいろんな基準を作っていて、で、それ自体が、購買基準がこう目利きになるような評価システムというのを作るのを努力しているというようなところだというふうに思っています。で、ちょっと最後のページを私出せなかったんですけど、これ私 の, 考えているところでして、とはいえ、テクノロジーによって全て信頼を担保するというのは基本的には限界があるというふうに思ってまして、じゃあどうしたらその障壁を乗り越えるかっていうのが、まさに私たち一人一人が信頼っていうものをどう再定義して、どこまでこの信頼の境界線というのを拡張できるかなというふうに思っています。で、歴史を遡ると、実は戦後の前は、皆さん長屋の社会に暮らしていて、鍵なんかなかったし、知恵のコミュニティの中では、村の子供はみんなの子供だよっていうふうに育てていたわけですよね。そういった社会というのは私たちは実は持っていたという中で、それがどんどん物の個別化によって、村に1台だったテレビが1階1台になって、一部屋に1台になって、どんどん物の個別化によって、他者と共有するというものが昔ほどなくなっていってしまった。で、それの中で、今何が起きているかというと、もう都市の中ではマンションで隣の人に誰が住んでいるかわからないと。だから非常にとてもその物の個別化と並行してつながりの希薄化というのが生まれて、人と人とが簡単にその信頼をするっていうことが物理的に難しくなってきていると、いうようなところに対して、どう私たちがこう他者を信頼するっていうことの、あり方っていうのを築けるかっていうのが、やっぱ一番のポイントになるかなというふうに思っておりますし、もう一つはテクノロジーの可能性として、これだけ完全にかつてのこう長屋みたいに信頼するのは難しいけど、隣に住んでる人がどういう思考でどういう人なんだっけっていうのは、なんとなくオンライン上で情報を持った上でコミュニケーションを取れるとか、そういったところにテクノロジーを保管することによってですね、この信頼の幅というのを個人がその広げていける可能性っていうのがあるんじゃないかなっていうふうなところに今期待したいというふうに考えています。よろしいですか。はい、はい、どうぞ。大変、新しい未来を築くコンセプトだというのはよく理解できますし、はい、それから、もっと言うと、その今までの価値観をかなり方向付けとして変えていくものだという意味においては、そうですね、はい、その今まではマスプロダクションだったものに対して、うんうん、もっと個人が参画して、もっと個人の細かい微妙なニーズに個人が合わせていく、非常に美しい姿だと思う、はい、一方で、その我々のようなおじさまが、世の中が豊かになってどういうこと
と言われた時にですね、パッと思い浮かぶのが経済成長率とか、どれだけ我々はお金を稼げるようになったんでしょうというところで見がちなんですよね。そうですね。で、はい、そうするとこの、シェアエコノミーっていうのはむしろそこは、今あるものをきれいに分配したりニーズを合わせていきましょうということで、拡大成長という概念とちょっとずれると、おっしゃる通りだと思います。で、はい、その我々の豊かになるダイナミズムというのは多分そこに出たテクノロジーですとか、あるいは文化水準ですとかとかなりその、うん、マッチするもので、だからそれをどういうふうにバランスさせて世の中考えていくのかっていうのはすごく難しいんじゃないかっていうのは、まあ、本当に難しいと思います。一つの答えはないとは、若い人が考えていくのかなっていうで、一方で、はい、もっとその 現実の問題を出すとですね、うん、この今言われてるシェアエコノミーってなんとなく基本が、ネットワークベース、まあ、要はそのネット社会をベースにした、うん、サービス そのマッチングということが多いと思うんですよね、はい、であれば、うん、そこに乗っかっていけない人たち、要は高齢者ですとか、そうですね、あるいは、まあ、そういうものを十分に使えない、かつてあったデジタルディバイドみたいな話が一層進んじゃうんじゃないのと。で、綺麗なあの絵は描けて地方創生なんか言いながらもですね、実は地方はもっと遅れていっちゃうんじゃないかというような懸念がするというのは、うん、どういうふうに問題として捉えられているんでしょうと。で、加えて最後に出たその結局はプラットフォーマーが勝っちゃうというね、うんうん、で、そのプラットフォーマー資本主義的な、つまり彼らが場を取ってるぐらいにそこに我々はみんな実は吸い取られていってるんですよというような構造の危惧というものについてどうお考えになってるかということをちょっと聞かせてください。はい、ありがとうございます。2と3からいきたいなというふうに思うんですけど、はい、まずあのまさにここおっしゃる通りで、あのシェアリングエコノミー、今あの政府が地方創生で注目をして推進をしているというふうにお伝えをしましたけれども、あの本当にこういったその人口減少によって、例えばその過疎地域とかで、例えば北海道の過疎地域のおばあちゃんが病院に行きたいけれども、まあ、税収も減って公共交通のインフラも減っていって、まあ、年々バスも電車も減っていって、まあ、病院に行くのにもう1日かかって帰ってこれないと、でしかもお客さんがいないから企業すらタクシーすら参入をしないと。今後日本が人口減少が進んでいくと行政のサービスも手に届かないし企業の資本も手に届かないというような地域がどんどん広がってきてしまいます。でここに対してその可能性があるのがこのテクノロジーやで、人と人をマッチングするっていうことだというふうに思ってまして、ただ、まあ、これがやっぱそのお伝えいただいたようにそのデジタルデバイドっていうものをやっぱその広げていくっていうことはあの本当にそうだと思います。で今あの実際にあの北海道でこのコスト型シェアのライドシェアの実証実験をしているところ、まさに困ってるのは高齢者で、だけれどもスマートフォンを持っていないので実際にライドシェアのマッチングをしているのは自治体の役所が担当になって電話を受け付けてあ、まあ、明日の10時に病院に行きたいんですねって言ってあのそれをやってくれるドライバーの60代の方とマッチングをするっていうようなことをしていたりしますし、まあ、先ほどあの紹介した佐賀県タクシーなんかに関してはあのまさにインターネットを通じて就業機会を創出したいけどもパソコンを持っていないとかっていうようなことがある中で、まあ、タクシーの中にパソコンを置いて、まあ、それを使ってもらうようにしたりとかですね、まあ、まだやっぱりその行政の手が入らないと、まあ、このデジタルデバイドとか高齢者においてあの格差を是正するっていうのはまあ非常に難しいなというふうに思っておりますし、あとはまあプラットフォームという企業も、まあ、なかなかその東京にあの本社があってなかなか地方に行くのはコストと人件費がかかるっていうこともそうですし、こういった地方ってやっぱそのマッチングがあって初めて利益になるので、なかなか人口がいない地方だとあの課題解決の必要性はあるのに企業としてはあんま美味しくないっていうようなジレンマがあったりするんですね。だからここをそのどう埋めていけるかっていうのが、まあ、まさに私としては行政に期待したいところでして、あの、まあ、こういったあの総務省に仕掛けてもらったりみたいなことを日々お願いをしているというような。で、あのプラットフォーム資本主義に対する危惧というのが、まさに私もお伝えさせていただいている通りですね、まあ、非常に
あのこれからますます大きくなっていくんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、特にあの、まあ、ウーバーの訴訟の問題とかもそうですけれども、このテクノロジーによって働くっていうことが当たり前になればなるほど、その個人としてはこれまで守られていた、まあ、社会保障もそうですし、教育の機会もそうですし、あとはこういったなんかあのユーザーにヒアリングをしているとですね、知らない間に手数料が変わっていたとか規約が変わっていた、しかもそれに気づけないっていうようなことが往々にしてあったりとか、する中で、まあ、これをですねやっぱりそのどう捉えていくかっていうのはとても難しい問題だというふうに思っております。で、あの私さっきあのこういった C2C に個人がもっと意識レベルを上げてルールメイキングに参画すべきだというふうにあの思ってまして、まあ、鍵はそこなんじゃないかなと。いわゆるその今検討会行ってもプラットフォーマーとなる企業と、まあ、国が一緒に検討会議で話し合ってるんですけども、本来はこういった個人のユーザーとなる人たちがどれだけ声を上げて本当にあるべきプラットフォームっていうものをちゃんと作っていけるかっていう、このなんかパワーバランスをちゃんと作っていかないと、このプラットフォーム信用主義っていうのはどんどん広がってきてしまうと思います。これをどういうふうに運動として作れるかっていうのが一つと、まあ、もう一個可能性としてあるのはこのブロックチェーンだというふうに思ってまして、いわゆるそのデータが中央集権するんじゃなくて、どう分散してデータというもののパワーシフトっていうのを中央集権から個人というものに移していけるかっていうのがテクノロジーの可能性があります。でもまだまだこれは出たばっかりなので、あの本当に実装できるかっていうのは非常に難しいところであるんですけれども、まあ、私が期待したいところとしては、まあ、こういったブロックチェーンの可能性っていうのがあるんじゃないかなというふうに思っております。で、豊かさの定義ですよね、はい、これは本当に難しいところではあると思うんですけれども、ただやっぱりあの、まあ、皆さん大量生産大量消費に対しての限界っていうのは気づいている通り、まあ、昔はその資源っていうものが無限にあって、無限にその資源を使って物を作って成長させるっていうことが、まあ、できた中で、まあ、今それがその資源の有限さっていうことを意識しないといけない時になってきているっていうこともそうですし、まあ言われていることですけれども、なぜは若者がシェアを必要としているのかっていうと、物が飽和していてもう物いらないっていう状況になってるわけですよね。で、昔だったら何もないとこから物が欲しい、だから一生懸命働いて物を持っている方が豊かだっていう、まあ、ロールモデルだったと思うんですけども、今は物のコストも下がっていて、あらゆるものがもう簡単に手に入るという中で、物を持つこと自体に、まあ、強い意欲っていうのがない。逆にじゃあ何を求めているかっていうと、その個人主義とか物の個別化が、個人化が進んだからこそ、まあ、他者との共感とか他者とつながりだったり、こういったところに豊かさを覚えるっていうのが今の若者の消費感なんではないかなというふうに思っております。で、まあ、GDP とかの成長っていうところのに寄与するのかっていうのは非常に難しくですね、完全に寄与するとは言い難いというところは本当に皆さんご承知の通りなんですけれども、ただじゃあ今本当に豊かさの指標っていうのは本当に何があるべきなんだっけっていうのはすでに政府でも統計会議で話されていますが、それを今考えるいい材料にはなるのかなというふうには思います。実際にこの本でも書いてるんですけれども、幸福度の調査でそのつながりを感じている人の方がそうじゃない人よりも、まあ、非常に幸福度が高いとか、まあ、年収も一定になるとなかなか幸福感というのはそれ以上上げることができないということがやっぱ証明されている中ですね、まあ、物やお金ということを追求するんではなくて、人とのつながりだったりとか、こういったシェアっていうものの方がもしかしたら個人の幸福に直接寄与するかもしれないというふうにも考えております。はい、以上です。よろしいですか。はい、はい、ではどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。ここの、運営メンバーの一人の原ですけれども、私は規制改革の会議の委員とかもやってるので、シェアリングエコノミーと規制との関係っていうのは、まあ、ずっとなんかテーマとして取り上げ続けてきた課題の一つでした。あ、それからね、ここで進行をやってる青山さん、なんかあまりテーマ関係ないみたいな顔してますけど、この人はもうど真ん中の当事者で、今から十数年前に、Airbnb が事業をスタートするはるか以前に、民泊サイト
千葉県でやろうとして、そうですか、それで、ね、旅館業法でダメだとかっていじめられちゃってそれでね、エアビーンビーになり損なった人なんですよ。そうなんですね。申請させていただきましたってんですけど、話を、はいはい、その規制の話に関して言えば、あの別にもう今の法体系って全然合ってないと思っていて、そのいろんなところで引っかかっちゃうわけですよね。もう民泊でもライドシェアでもミールシェアでも全部そうですけども、それで結局それは何で起きているかというと、はい、そのこれまでの近代社会で、その事業者と消費者の B と C と分けて、事業者がいろんなサービスを提供しますと、はい、いうことが前提になっていて、でその前提にした本体系になってるから、これも最初からシェアリングエコノミーなんて合うわけがないということだと思うんです、はい、だからこれを変えていくためには、まあ、あのさっきそのどういう法制度があるのかなっていう話もちょっと問題提起をされてましたけども、だからそのふわふわっとした法律を作るぐらいでは全然済まなくって、うん、もう日本の本体系全部変える、はい、あの なんとか業法ってやつがたくさんあるんですけど、なんとか事業についての法律ってやつがたくさんあるんですが、あれも片っ端から全部変えるっていうような、かなりその法体系の革命みたいなことをやらないといけなくって、いやこれは大変です。それはぜひ原先生お願いしたいですでそれでね、それで、はい、だからその政府の人たちが今そのシェアリングエコノミーを推進してるって言うんだけども、全然嘘つけるんだろう。そうです、ちょっとこれあのビデオが入ってるので私もどこまで言えるか結構ふわっと言ったつもりなんですけど、まさにそこは本当に政治の引力の問題だというふうに思ってまして、はい、まあ、それをどうあの壊せるかといいますか、うん、あのっていうところだというふうに思いますし、あの推進しているっていうところもやっぱその推進しているところとしてないところが明確にあるわけで、まああのまあ、そこをですねどうやってちゃんとやってくださいねって言えるかっていうところが、やっぱりその声がもっと集まるべきだなと思いますし、でも全くそうで、いやでも政府の人たちはね、なんかその騒音とかね、美しいこととかかっこいいことだけは言うわけですよ。シェアリングエコノミーいいんじゃないのみたいなことはすぐに言うんだけれども、そうです、ね、でもなんかそのど真ん中のその規制の話になったら、もうただたちまち全然ダメですよ。一歩も動かない、本当にあのそれで悲しい思いしたことが何度もあります、ね、はい、っていうここだけは載せないでとかって全然ありますし、うん、まあ、それちょっとなんかこれ放送中は言えないことがあったら、ね、後でお話しします、はい、お願いしますそそるなそそるなえいや、それそういうことなので、まあ、これ僕もずっとやってきたし、これからも頑張るんですけども、お願いします。やっぱりですね、石山さんみたいに、はい、な人がこういうその戦いの先頭に立つっていうのがやっぱり素晴らしいことだと思っていて、本当ですか、嬉しいです。いやもうぜひお願いをしたいのです、はい、それであのこの辺にまた若い弁護士さんとかもいますから、ちょっとまた後で、はい、補足の質問ですが、それでちょっとだけ話が切れちゃうんですけど、はいはい、うん、僕があの質問をさせていただきたいのは、はい、あのシェアリングエコノミー協会と、うん、もう一つそのパブリックミーツインフォメーションっていう新しい団体をされていらっしゃいますよね、はい、それで、ここで今その放送をやってるチャンネルは政策カフェチャンネルって言って、まあ、あの政治とか経済についての新しいそのチャンネルを作りたいって言って去年の末から始めたんです。でまあ、あの正しい情報をちゃんと伝えて、であの政策も含めて政治や経済や国際情勢についてのちゃんとした議論ができるような場所、はい、まあ、新しいテレビとかっていう言い方をするとまたいろいろと反発あったりするんですけど、うん、まあ、そういう場を作りたいなということでやってるんですが、大問題が一つあって、はい、ミレニアル世代全然見てくれない1万人も見てるのにデータ分析をやってるんですけども、はいはい、うですね、ないんですよ。どうしたらいいですか。どっちが間違ってるんでしょうか。あるいは何か手立てがあるんでしょうか。ありがとうございます。あのこれって本当あの、まあ、若者と政治の離れみたいなことと本当直結している問題だと思ってまして、その私たちの世代ってまあ低成長が続いて、私って平成元年に生まれてちょうどあの平成が終わるときに30歳になるんですけれども、まさにこの低成長って言われていた時代を、まあ、まるっと生きてきた人間なんですが、まあ、とはいえ物質的にも豊かになって、そこはそのいわゆる貧困みたいな、それ困ってる世代ではないという中でですね、やっぱその政治に期待するものっていうのが、まあ、現状あんまりないっていうのが一若者意見としてはそうなのかなというふうに思うんですけど、一方でですね、私がその注目をしているのは、まあ、起業家とかイノベーターと言われるような、とはいえ若い世代がどんどん起業しようとしているし、まあ、そういった方々がどんどんベンチャーとして増えてきているということは事実としてあると思います。なので一その若者として
政治参画をするっていうのはなかなか意義を感じてない人が実際多いんですけれども、その事業成長のためにとか社会を変えたいという原動力があって、それを実行するスキルが持っている人たちに関しては、まあ、積極的にその政治政策に関与することで、まあ、事業も成長するし社会も良くなるっていう、こういったサイクルを作れないかなというふうに思って PMI 立ち上げたというところがありまして、実際にこういうそのビジネスをやっているようなビジネスパーソンやイノベーターに関してはちょっと情報を提供するだけで多分ここに関しての関心というのは非常に高まるなというふうに思ってますし、まあ、実際に PMI の立ち上げをしていろいろな若者のイノベーターに来ていただいているんですが、まあ、なかなか官僚とやっぱその出会うことがなかったとか、例えばレギュラトリーサンドボックスも全然その回の時までは知らなくて、実際にサンドボックス担当がですね発表したら次の日に実際に申請をするっていうのアクションが生まれていたりとかですね、ただただ知らないというアクセスの機会がないだけで、まあ、そこをつなげてあげることによってですね、まあ、もっとこういったことに関心を持っていただけるような若者っていうのは特にビジネスパーソンにおいては増える可能性はあるのかなと。PMI やってらっしゃって、はい、そういう方ってこう感覚で言って日本にどれぐらいいらっしゃるんですか？イノベーターの数ですか？いや、だからこの、はいはい、パブリックに関心を持って潜在層ですか、やってくれる人たちって何百人なのか何千人なのか何十万人なのか、どう思われます？そうですね、私としては、まあ、今ごめんなさい、若者の起業家どれぐらいいるか分かんないですけれども、うん、感覚値としては全然10万人ぐらいいるんじゃないかと思いますけどね。それは素晴らしいですね。いやだから今ね、うちのチャンネルの登録者1万人なんですけど、はい、まあ、すぐ10万人とは申し訳ないので、ちょっと1万人くらいぜひ石山さんに連れてきてほしいと思ってますけど、ちょっとうちのチャンネルのアドバイザーをぜひ。よろしくお願いします。やっぱりそのソーシャルっていうものの関心は非常に高いなと思ってまして、やっぱり何かの、まあ、規制に対して、のツイートがバズって、その1000ツイートで100万ビューとかっていうのが簡単にできてきているように、何かこうオンラインとかソーシャルというものを使うことによって、まあ、多くの若者を巻き込んでいくことが可能なんではないかなというふうに思います。まあ、そうですよね。シェアオフィスとか今流行ってますけど、うん、使ってるのは、ね、若者が使ってるしきっかけでいろんな場所が、ね、あると思いますので、さあではもう一方ということで最後の質問をお願いします。すいません、大変勉強になりました。ありがとうございました。ちょっと議論のレベルを下げちゃうといけないですけど、シェアエコって今すごいいろんなベンチャーとか、まあ、いっぱいいろんなイノベーターっていう人たちが入ってきてると思うんですけど、はいはい、で石尾さんすごいいろんな企業が見てると思うんですけど、なんかどういうベンチャーが成功してて、じゃあこういう人たちは大体失敗するみたいなそれも私の放送中に申し訳ないです。結構最初のシェアエコって最初のコンセプトなのか、はいはい、なんか問題なのか、まあ、いろいろちょっと要素あると思うんですけど、それでどう見られてるのかなっていうのと、はい、はい、まあ、ご存知のビジネスモデルとして、物がないサービスのモデルなので、基本的にはこのゲストとなるサービスを提供者となる個人と消費者となるユーザーをどっちも同じレベルで育てていかないと、基本的にマッチングしないと、でマッチングしないとビジネスにならないっていうところで言うと、成功しているモデルはこの両者が同じレベルにあって大量のユーザーを抱えているとマッチングが起こると。で例えばメルカリさんとかを言うと、もう1億ダウンロードいくと基本的にはかなりアクティブがユーザーになっているので、もう何でも売れちゃうんですね。なのでこう事業を別に物だけじゃなくていろんなものに多角化しても何でも売れちゃう。なんで海外の先行している事例を見てると、やっぱりそういった圧倒的なユーザー数と、うん、資本っていうところにどんどん吸収されていってしまってます。実際例えば Airbnb が広がる陰でいくつもの民泊サービスのベンチャーがどんどん潰れているっていう現状が韓国やアメリカでも起きていますし、だからここに対して独自の路線をやっぱり気づいているのは、ちゃんとコミュニティを作ってブランドを作っているそのサービスしかなかなか残れないそのビジネスモデルなのかなというふうに思います。日本だと例えばドコモさんとか、なんかドコモ ID で6000万人持ってるとか LINE さんとかもそうですけども、まあ、こういったところがいろんなシェアサービスを始めちゃうとですね、
なかなかそれ1個だけやってたスタートアップっていうのは生き残るのが非常にハードルが高いなというふうには思っています。よろしいですか。はい、ちょうど1時間になろうとしてますので、ここですいません、まだ質問あると思いますけど締め切らせていただきます。ネットの向こうからもですね、まあ、今後ということなんですけど、本日のこのテーマでですね、まあ、この先、シェアリングだと思いますけども、日本がリードできそうな基幹産業にトライしているような中小企業とか、またはベンチャーなどで、そういったところの実例なんでしょうけどね、ネタを上げてぜひ、取り上げてほしいということがありますので、また今後にいろいろとぜひこの、スタジオといいますかカフェにも来ていただいて、また新しい最新情報をお伝えいただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも拍手を持って、お参りにありがとうございました。それではこちらのセラピーカフェ本日終了いたします。ありがとうございました。